独学とは学ぶにあたって先達者の指導を仰ぐことなく独力で目標を立てて修熟しようとする学習方法、能力開発の方法である。英語セルフ等となどとも言う。なお、ここで言う学びとは学問が大事ではあるが、それに限らない。一般的には自習も同義語だが使用される場面が異なる。広くは教授行為と切り離された学習のことを 自学自習、自習といい、送付された資料をもとに学習者自身の責任で学習が進められる種類の遠隔教育、通信教育にもその側面がある。韓国では1990年4月7日に交付された独学による学位取得に関する法律により独学者が学位を得る制度ができ、試験等の業務は当初中央教育評価委員で行われ後に、 韓国放送通信大学校に移管された。近代的な学校制度が導入される明治時代までの日本では、農民や商人が学問に目覚めた場合、書物を読み、独学の傍ら同行の詩と文通し、詩を求めるという学校によらない学習手段が一般的であった。国文学の鴨モノ淵と元織ノリは、生涯において、 直接対面したのは松坂の人よ限りであったが、以後、手紙のやり取りで指定として、学問の継承、発展に寄与した。考古学者の鳥居隆三と植物学者の牧野富太郎もそうした方法によって研究者になった。彼らは裕福な家庭に生まれたため、学校で立身出世する必要性を感じなかったことも大きい。ついには、 東京帝国大学を研究の場とした彼らであったが、大学ではすでに学歴が幅を利かせるようになっており、学歴のないものは差別的な扱いに苦しむこととなった。明治時代、東京専門学校が早稲田講義録を発行し、貧しくて高等教育を受けられない人々に大いに活用された。第二次世界大戦前は、中学講義録や英語講義録、電気講義録、 囲碁講義録など様々な講義録が発行され、中等、高等教育の大衆化に大いに寄与した。世に広く知られる独学者を列挙するが、より詳しくは、独学者の一覧を参照のこと。表記内容は、左から順に、人名、独学による、職業等、生誕年各人が主たる修学時期に属していた国家や地域。ありがとうございます。